静岡県立美術館は、静岡県静岡市駿河区にある、静岡県立の美術館である。静岡県静岡市の南部、日本平の小高い丘の北側のふもとにあり、敷地は、県文化センター内にある。最寄り駅である、県立美術建前駅から向かうと、第1、第2駐車場から美術館正門までの、約300メートルの緑に包まれた、 彫刻プロムナードがある。丘の上からは、静岡市街、富士山、南アルプスの眺望を楽しめる。17世紀以降の東西の山水、風景が、静岡県ゆかりの作家、作品、富士山の絵画、ロダント、近代彫刻などをコレクションの柱としている。具体的には仮の葉を中心とした江戸絵画や、早急一年など、静岡県ゆかりの作家、 作品、また、富士山や東海道などの静岡県地域を題材に、した日本画や、浮世絵も多く含まれる。ロダンの作品を中心に展示しているロダン館は1994年3月23日に開館した。自然光を生かした、超円形のドーム状の構造になっており、各作品が好ましい状況で観覧できる。ロダンの代表作、地獄の門。 考える人、カレーの市民等32点は屋内展示であるため制作当時の姿をそのまま伝えている。この作品を正面から鑑賞できるように館内が階段状のスキップフロアの構造となっている。常設展のほか特別展示では芸術作品のみならず古代遺跡の出土品等芸術にとどまらない幅の広い展示を行っている。また、 実技室ではワークショップの開催や美術制作の体験ができるなど芸術を身近に体験できる施設が整っている。なお、開館当初から美術研究者が館長職に就くなど学芸活動の根幹をなす研究活動にも力を入れてきた。他方美術館の外部評価のシステムをいち早く取り入れた館としても知られる。本館正面と 館名タメエヒの、地獄の門静岡県立美術館の、航空写真本館ロダン購入作品数、寄贈作品数度末現在ロダンの、地獄の門ロダンカンの、華麗の市民近世絵画近代日本画用画彫刻、その他、ありがとうございます。